初めて本当の気持ちを言えた。帰ってきたぞよ。小太郎は一人暮らし。もうすぐアパートを出て父親と暮らすことになると思います。私がこの部屋を訪ねることももうないんですね。初めまして、小太郎の父の並木と申します。あの父親のところに小太郎ちゃんを返してもいいのかな。あいつのこと一人にしないでください。お主がお隣さんで本当によかった。小太郎、じゃあな。6月10日土曜夜11時。